廃墟ホテル。俺がフリーの調査業をやってた頃で、まだそれだけじゃなかなか食えない頃に、経験したいくつかのお話の一つです。その時に受けた仕事は、とある出版社の心霊関係の特集の調査で、俗に言う心霊スポットを調査して、それらは事実なのか調べる仕事でした。その時の調査で行った場所は、関東のとある山の中の廃墟になったホテル。まず、心霊スポットだと言うとよくあるのが、誰々がそこで殺されたや自殺したという話で、そのスポットもご多分に漏れず、とある若い女の人が彼氏に殺されて、その廃墟の壁に埋められていて、その女が霊となって出るというものでした。早速、その殺人が実際にあったのかを調査しようと、まずその地域の図書館で事件が起きたとされる年代の新聞などをチェックしたり、地元警察やそのスポットの地主、地元の人に聞き込みなどを行ったのですが、そのような事件が起きた痕跡や記録はありませんでした。そして最後に、現状と調査報告に使う写真の撮影のため、夜中に一緒に組んで仕事をしている、もう一人の仲間の女性と現場に撮影をしに行った時のこと。さすがに人気のない山中ということもあり、かなり不気味。建物の中はかなりカビ臭い。撮影は昼間でも良いのですが、やはり夜の写真が良いというのが依頼の内容に入っていたために、夜中に現場へ向かいました。とりあえず、建物の外観や内部をカメラで撮影し始め、あらかた内部の調査も終わった頃に引き上げようと思い、建物内部にいるはずの彼女に大きな声で、そろそろ引き上げようか、と声をかけた。すると彼女が、あ、待ってください。こっちの部屋に来てくれませんか、と声をかけるのでそちらに向かうと、何の変哲もない部屋がそこにあった。さっき通った時はなかった気がすると思いながらも、部屋に入るとなんだか魚が腐ったような匂いがカビ臭い匂いと入り混じって、悪臭がすごかった。そして俺を呼んだはずの彼女はいなかったが、特に気にもせず、移動したのかなくらいに思ってた。部屋を見ると、壁が一箇所だけ塗り替えたように色が違う。ああ。これが噂の元になっているんだな。壁に死体が埋め込まれたという噂、と思い撮影をしていると、急に持っていた懐中電灯やカメラなどが、すべて電源が切れてしまって、使用不可になったんです。暗闇の中で、参ったな、と思ってると、部屋に入ってくる足音が聞こえます。あのさ、明かりが消えちゃってつかないんだよ。霧が良いから引き上げよう、と言うと彼女の声が、もう少しだけここに残ろう。ねえ、と引き止めます。俺が帰ろうと言っても、もっと撮影した方が、とか、壁を掘り返しましょう、とか、やたらと引き止めるんです。それならば明日にしよう、と帰ろうとすると、待ちなさい、と俺の手を握ったんです。その手の感触は今でも忘れません。ブジュッと音がしたと思うと、俺の手をものすごく柔らかくて筋張っているのに、ドロドロしたような表現しがたいものが握ったんです。うわ、と手を離すと彼女が一言、もうちょっとだけここに残ろう。ねえ、もうちょっとだから。その瞬間に俺は、彼女じゃないと恐怖を感じ、その場から一目散に逃げました。月明かりだけだったので、あちこち体をぶつけて痛みも感じたけど、それどころじゃなかった。そして建物の外に出ると、車の前で彼女が待っていました。彼女の話だと、撮影し始めてすぐに懐中電灯などが使用不可になったために、ここで待っていたとのこと。じゃさっきのは？と思い、やっぱり。その場からすぐに立ち去ろうと車に乗った時に、彼女が、ひ、と声を上げ、あれ、と震える指で車のミラーを指さした。俺はもう恐怖のためミラーを見たくなかった。
そのまま、車を急発進させてそのまま町へ。そしてすべての経緯をまとめて、依頼主に報告。そして事務所に戻って、撮影したものを見た時には、普通の写真と映像でした。何も映ってはいなかった。そして、一緒に行った、彼女が見たものを聞くことは、ありませんでした。思い出したくないんです。ただそう言ってました。けどきっと、あの映像と写真に何か、あったんだと思う。最初は報告を受けて、面白いじゃないか。使えるよ、と乗り気だった依頼主が、急にそれらの使用を取りやめ、写真と映像を処分したからです。